インターネットをご覧の皆様、おはようございます。おっさんですがヤングで、おー今日も、はい、今頭上を車が通ってるんですけど、今日もネチケットに気をつけながら頑張ります。さあということでお待たせいたしました。全国の長島丸ファンの方ね、ついにこの日がやってまいりました。久しぶりですね。今日はね、ということで今日は千葉県は、浦安市、はい、いつものね、やっぱヤングチャンネルの基礎を作ってくれたとも、そうですね、言ってもいいと思うお店、過言ではないんじゃないですかね、はい、ウエスタン柳通り店さんに来ております。はいはいはい、ね、本日の主目的は、はい、長島丸を食べること、ね、その合間に朝抜いてきましたか、そう、まだ長島丸開くまで時間があるん で、 そうなんです。暇つぶしにパチンコを打つと、こういった塩梅になっております。みんなそうでしょ、今日並んでて。まあそうだと思うんですけど、ただ今日はね、パチニーとニノちゃんっていうね、可愛らしい女の子はさっき、ね、いらっしゃったので、ね、その人の騎士団的な人もいるかもわかりませんが、うんうんうん、その人は、長島丸よりは、パチニーとニノちゃんのことを、いやらしい目でジロジロ見ることに、一日を費やされるんではないかなと思っております。はいはいはい、今日は並びが、はい、約70名、はいはい、71人名だったかな、はいはい、ヤングさん何番か聞いてください。何番だった、よくぞ聞いてくれました。はい、おシックスナインでございます。おをつけるとエロい な、 いや、 なや、 やばいやろ。なな、俺も今な、言う前にやる、そうそうそう、うん、ただでさえ69なのに、これ、うん、はね、おシックスナインです。オシックス、オシックスナインで今日は挑むんですけど、はい、まあ何打つか問題。まあでも入って決めましょうよ。もう分かんないですよ。うん、最悪50倍打ってることあると思います。いや、モンキーターンでもいいですよ。マジで？別に。で取れるわけないじゃん、そんな。あ、そうか。オシックスナイン。何回も言う。てオシックスナインですから。何回も言うの。ということでね、はい、今日も実践。はい、間もなく。ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。行ってまいります。再生です。ありがとうございます。よし、よろしくお願いします。いやー、なんか言っちゃったけどな、全部取れるけどモンキー、セイヤ、シンフォギア、シンフォギア、セイヤ、セイヤする？いやー、わからん、なんでもいいけど、オキドキブラック、北斗無双もあるで。あー、やってみる？あー、セイヤ、北斗無双しよっか。なんかこれポイント貯めるみたいなやつやから取ってくる。あ、そうなん、うん、スマスロだよね、カード、はいはい、カード持たないけん、カード。さあ、ということで台を抑えました。いろいろあったんですが、はいはい、最初ね、北斗無双を抑えたりもしたんですけど、はい、やはりちょっと気持ちが変わりまして、はい、私は今ゲゲゲの鬼太郎に、座っております。さすが鳥取出身、鳥取県出身としてやはりここはと思ったのと、はい、もう一つ最大の理由をお教えしましょう。はい、角台だからです。はい、あそこ中取りにくいからね。あれはちょっとね、ということで、はい、まあ、どちらも初打ちなんですけど、はい、ゲゲゲの鬼太郎、よし、サミーさんの台でございますよね。サミーなんだね、ゲゲゲが。サミー系ですよね。あ、どこ、富士商事でしょ、やっぱ。あ、失礼しました。そうでしょう。あ、失礼しました。藤庄司さんの代でございます。はいはいはい、なんですけど、はい、藤庄司さんの代ですけど、なんかちょっとその代の仕様を見た感じ、はい、鬼武者っぽい感じがあるんではないかなと。本当ですか？わからないですけど、これバーじゃないんだな。チェリーツイートのどこや。チェリー的なものが、まあこれ。どこにあるの、マジで。ビール配列？この上、うん。ああ、赤、赤と白の上になんかいるよ。そうそうそう、それがネズミ小僧、あ、砂かけババアか。そう、そのスイカっぽい感じがないんですよ。目玉だ。基本は全ディール振り打ちで OK って書いてあります。そうですよね、取りこぼしはない。はい、回らんな、やっぱ結構ね、重たそうね。え、天井も1200なんで、はいはい、で朝一の恩恵があんまりないかもしらんね。お、足されて150ゲーム天井が短縮されるぐらいのことみたいなんで。陽気ポイントっていうのはどっかに出てる？陽気ポイントっていうのがよくわからないんですよ。これかな。まだ霊薬1回も引いてないです。だってさ、百鬼夜行ゾーンっていうのがあるんだよ。なんか何それ、完全に鬼武者じゃんと思って。ああ、そういうことね。チャンスゾーンがそれだと思うよ、確か。百鬼夜行ゾーンはね、前兆だね。
あ、なるほど。あら、27ゲームしか回らない。あ、これはなかなかですよ。それで4万円いったらえらいことやね、1200ゲーム。あ、そうか。ただ天井はちょっとチャンスっぽいけどな。あ、リプレイでした。あ、これがチャンス、これがチャンス、ね、逆だね。はい、聞きました、はいはい、そういうことか、はい、あのナビが出た時の、子役が外れればみたいなこと、ね、そうで弱で、はいはい、2個で今日3個は相当強いやろう。まあだからこれカバネリが意識してんのかな。そうじゃない、どっちかっていうと。来ました、百鬼夜行ゾーン来た。これが前兆。ミドル、上がった、20打。なんか、30打増えるほどええんやな。そうだろうな、まだ50体、70体ぐらいからチャンスっぽいよ。来ちゃった、もうチャンスは50体でした。期待度2です。あら、伸び上がりです。あ、あ、もうこれチャンス目確定ですよ。なのか、うん、ちょっと遅かったのかな、引くのが。あ、まただ。いや、ゲゲゲバトルまたはゲゲゲラッシュ、ゲゲバトル勝てばね、はい。まあ勝てないよね。ダメでした、はいはい、さっきのね、100機のやつはね、10体20体とかは逆に熱くて、はい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 、まあ、30までがまあまあ、はい、4、5、60体がちょっと一番弱い、一番寒いってことね、うん、これでもあんまり鬼太郎って見て育ってないな。なるほど、はあ、やっぱ鳥取の人は見るの。鳥取の人は見るっていうわけでもない。そうなの、僕らで言うこち亀絶対見るみたいな。そんなこと、そんな、お前なんだ、うん、なんとお前は鬼太郎かもしれんけど、俺はこち亀やぞ。境港より葛飾の方が偉いんですか。言ってないですよそんなこと。まあ偉いでしょうけど。田舎もバカにしてんすか、ね、久しぶりだな、スロットなんか取るの、ヤングさんは。あ、そうですか。ラッキートリガーばっかりやってましたもんね。まあそうだよね。あ、でも昨日なんかすごい出方してるよね、下がってからね。ただ2000枚は出てないよ、ね、ああそうか。ただ出方は6っぽいけどな、 なんか、ね、どれぐらい回ってたかによるでしょうけど。土天井食らったらやばいわ。寿司食べれない。 お寿司食べるお金がなくなっちゃう。調子丸に来たはずだ。下手した、お調子丸資金、お今日カッパ巻き以外食うなよ。本末転倒ですよ。一個だけ鉄火巻き許可するぞ。鉄火巻きシェアしてな。そう。ちょっと静かだな。静かすぎるやろ。でもみんな当たってないですよ。こう入って2、4、5台か埋まってるもんね、うん、そう、ゲゲゲボーナスを引きたいんですよ。もう略してゲゲボーって決まってますから。ゲゲボー、ええ、ゲボじゃん。ゲボです、ゲボ。ヤングさんは今日はゲゲゲボーナスを引いたい。これ上位とかはないの。上位とかない、5枚です。はいはい。あ、だけど AT レベルがあの3段階やって、上位は 80%、 はあ、でそこだとバトル負けても1個下がるだけだから、レベルが、あ、まあ、1個保証もあるっていう。本当だ。でゲゲボを引けば何かええことあるっていう。なるほど。あ、鬼太郎さんへチャンスにしてください。わかりました。ああ、なるほどね。ああ、なんだなんだ、連続演出、この何じゃこの気配は。来た、百鬼夜行ゾーンでした。ただの上がりすぎないか、上がりまくるか、ああ、これもう上がっていくしかないですよ、こんなの。ああ、こうなったらね、はい、さあ、そしてヤングチャンネルご覧の皆様。一部ファンに、一部ファンにね、まだユキチです、まだユキチ、はいはい、まだユキチがどうわー。ユキチが
が今日ちょっと珍しい1日ビカメあるからね、2万円目でございます、はい、バシューン、ええー、とこですから、あ、強い容器ですよ、そうです、略して強用です、1万1000本目、隣の人がもう当たってんすよ、そうなんですね、あ、一挙30まで上がりました、あ、なるほど、だからかもう70いかなきゃいけんってことやろ、これな、そうだね、456がちょっと寒そうだね、ダメか、ダメだな、50だな、これ、はい、来た、あ、どういうこと、まだやっとる、長くな、うん、だけ、いや、そんな長くな、まだ、いや、もうこれが煽り入っちゃったから、またこいつだ、うん、おめめパッチリ妖怪来ました、期待度に伸び上がりです伸びりやがじゃないですよね、ノアビガリじゃないですよね、なんだろうこれ、いや伸び上がりやろ、伸び上がり、きたろうパーンチ、リモコンゲタチャイドー、それではダメや、あ、いっぱい取る、はい、ダメだった、はい、1万1000でちょうど、300、はいはい、まあ27ってとこですか、うん、あの4万円じゃ天井到達できないっぽいです、うん、いつの間に目玉の親父が野沢雅子になったんやろな、こうやだって鬼太郎が野沢雅子だったよね、昔、ああああ、そうか、で戸田恵子やってる時代が多分あれ、あ、なるほど、見てた、あ、引いた、キャッキャコゾーンでビャン、さあお、まだ上がってないよ、お、いいんじゃない、いいよ、いいよ、上がんなよ、20まではまだチャンスなんでしたっけ、30まで大丈夫、もう一回は上がってもいい、うん、あ、上がっちゃった、おい、あ、これ曲がりそう、バカ、あ、違った、30でストップ、30、もうダメです、もうだったらもっと上がって、あ、違う敵来ました、40、閻魔大王みたいな人、本当だ、同じくでした、雷マナブくん、マナブくん匠と引っ叩かれるな、腰変わらへんよ、ダメだなこれ、そんなこと言うなよお前、ダメだよ、リモコンゲタじゃダメなんだよな、何しとんのやおい、あ、妖怪接近ジャッジ、ああ、なんかチャンスっぽいぞ、フリーズしてる、お、あ、今チカチカしたかな、このゾーンか、あー、そういうこと、ルーレットです、にゃんにゃんにゃんってやってるの、チャーン、なんか当たったっぽい、ね、あ、すごい、モグロ不動みたい緑、赤出して、赤くなってくださいよ、なんだなんだこれ、チャンスは当たるのか、発展だ、うん、こっから前兆か、そういうことか、入りは強いんでしょうな、さっきより、そうだね、いいんじゃない、上がんな上がんな上がんな、30までよ、これ以上上がる、あー、バカバカバカあ、チャンス、チャンス、おい、3来ました、土産入道来ました、ルックアップ入道が来ました、ルックアップ入道、レババレモードってあるらしいで今ね、何、あ、先バレみたいなこと、うん、入ってんの、入れてるんだ、分からん、もうオンになってました、入れてるけど何にも出ないね、指鉄砲、今ちょっと技出したよ、お、
当たった。チャンスゾーンかね。来ました。ゲゲゲバトル。なんすか。ゲゲゲゲゲバトル来ました。調べようか。さすがに。ゲゲゲバトルは、うん、AT 当選のメインルートとなるチャンスゾーン。はい、あ。あ、そういうことね。CZ です。まあチャンスゾーンってことね。そういうことでした。バババゲトルやります。さあ、10ゲームかな。子役で技レベルを上げてバトル勝利で AT 期待度 51%。 おりゃあ3ですよ、うん、いけそう。いぶき丸、ああほら火山の溶岩。子役引いて、とにかく。あらら画面立ち、あ勝った。隣の人初当たり会長や。もう早く1個も引けてないよ。1回もな。まだレベル1だよ。いたよ。怪しい。た何個上がる。2個ダブルだ。いいね。何個上がる。ここまで来ました。すげえ上がるじゃん。A の引いた。ちゃんちゃんこまで来た。うん、ラスト1。でもヤングさん指鉄砲熱いんだね、さっき打ってたもんね。ああ、もう一個引こうよ。ああジャッジだ。これ7割ぐらいあるんじゃないの、ね、赤までいってたら大チャンス。お開けろ。タッチ。レーモーちゃんちゃんこ来ました。あー指鉄砲じゃないのか、うん、勝ってよ。負けたの。そうでしょ。レーモーちゃんちゃんこ穴だらけでした。ちゃんちゃんこ虫がだからあの最終ゲームも子役引いたりするとってことよね。それはそうだと思います。ああ最終ゲーム子役入賞で勝利の子レベル不問でからくりじゃん。からくりだ。なんかいいとこ取りしてるんでしょうね、いろんなのも。あ失敗時のプッシュボイス聞いてなかったね。ああそういうことか。チャンスゾーン失敗時出ました。それも一緒や北斗と。お2万円吸ったらタバコ吸いに行くぞ。ああパチニートさんはどこで何打ってんだろうな。スロット打つって言っとなったよ。何売ってる？分からん。戦国乙女売ってるらしい。あなんかすごい幼い感じの人でしたね。ええ、子供ですね。子供です、ね、子供です。パチニートとかパチワカメとかな。あようわからんわ。 あなんかめっちゃ赤かったよ。どこが？ここが。だこれあれじゃない、レバーのオンが。あこれが先バレたんじゃない今。なるほど。めちゃくちゃ赤かったよ覚醒ランプ。ガガ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 。ダブルか。トリプルです。おお強そう。これはチャンスゾーン行くでしょうよ。あまた引いた。いいですよ。逆が良かったけどな。なるほど、あれが先バレか。3つは熱いんじゃないですか。直撃もあんじゃないの。これ行くもんね。何回目でしょう。おい、あ、なんすか。強そう。おー、あーなんか疑似連みたいの言った。まあ強いよねあの役は多分。3までいけ、3までいけ。ああ猫娘ルーレット発展すんな。あーあーまあまあまあ、まあ、4、うん、これは大丈夫です。クビレオに来ました。クビレオにこれ今青になってます。おお指鉄砲。ああ指鉄砲大丈夫。ああこれチャンス目。これはいった。何が出てくるの。2回目のチャンスゾーン。あチャンスゾーンだ。バババゲトルに決まっとるでしょうか。来たよ。
加藤やっちゃうぞ。ここはちょうど2万円で当たるか。2回目は通したいね。ええ、大体がこいつみたい。ああなるほど。90何パーの選択率。よし子役、まあ1個ね。お強い。あ押した、引いた引いた。あナイスナイス。もう1個揃え。何個上がる。1個か。あと2つよ。リプレイだ。あー違う、リプレイでいいんだよ。あと2ゲーム。さっきより弱いじゃん。ここで引けばこの次リプレイ引くしかない。おお、いった。あそんな顔しないでそんな顔しなダメ。エンジャーさんがそんな顔しちゃダメ絶望の顔してる。隣の人2の2で当たっとんのやぞ。うわタバコ吸うぞはあやれないな。2万円初当たり取れんまま調子丸いかもしれんぞ。これちょっとな、長いよな。1200、今2万やろ。チャンスゾーン2回も外してしまったさあ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 ちょっと早いねペースが。マイメイ一族が出てくる、ええ、このままでは銚子丸を食べに行く前に全財産すりかねないっていう、3枚目でございます。早いな。3枚目先生登場です。今日は早い。腹立つ酒のあてにちょうどええわい。声甲高いおじいさん嫌やな。嫌だな。下手だよね。ダメだ頼む。いけリモケン下手指鉄砲指鉄砲バカ頼りすぎだろ。リモコン下手、リモコン下手でしょ。ええリモコンゲタ行け、オラリモコンゲタだ、オラオラ。なんだこれこれはやばいぞここまで来たら天井のがいいわけでしょ。ええ、おそらくその恩恵が、恩恵があるから。いやもう天井じゃないと困るヤング困っちゃう。うん、めっちゃうねなるほど。 AT レベル2からスタートするんだ。まあ、だから、単発は回避、うん、そこで頑張って3まで上げたら夢あんでって。猫娘チャンスにも突入って書いてある。チャンスもまでついてくる。そうそうそう、ここだ。ムスメンスですよ。天井だ。1000ゲーム超えました。1000オハ1000。おお。あ、強そうだよ。あー、ここで今日これで当たっちゃっちゃう。なんか赤いくない後ろ。赤いです ね。なんか様子が違うもん。これは、まあ、チャンスゾーンは当たんじゃないからのチャンスゾーン取っちゃったら、これ天井までの当たりになっちゃうよね。そうだね。それで当たったってことになりますよね。40で雷来てるぞ。ルックアップニュード来ました。ルックアップか。さあこれリモコンゲタじゃないんじゃない。リモコンゲタかいや勝つ。ああ復活だすごく複雑。あれ当たった。違うよね。びっくりした。
バババゲトルです。いやあ出 た, たよ。あ行ったか。違う。行ってないけど。あれ当たっちゃったよ。何これ。手前ですね。風吹いた。風風あんの。あすごい。ゴブリンスレイヤーの風が吹きました。すごい風だ。3万ね4千円です。違う違う、3万8千円です。8千円。まあ当たりました。そういうことか。なるほど。25ゲームの ST。 あれレベル2からだ、まあ、天井扱いかな。じゃあなのかな。これで単発は回避です、うんうん、できることならこれやってる間に勝ち続けて上に上げたい、うんうん、はいはい。猫娘チャンスゲゲボーナス抽選中、うん、猫娘チャンスゲゲボーも抽選中です。揃うな。チャンス来てますよ。あまたこれだ。あ中断じゃん。あこれか。あまあまあタッチ来ました。これはいったね。これ天井扱いなのかな、ね、猫娘でも1040になってるかよく分からんけど、もう分かんない。ええ、ただムスメンスが来ました。レベルアップのチャレンジなんだね、ええ、はいはい。上げてこうよ。ああダメか。ああなるほど、はいはい。ダメか。あこれ強いやん。どうなんだ。ああダメだ、ベルになっちゃった。あーこれが止まったらもう一角なんだよね。まあそうだね。ダメでした。何ゲームあんの。あーなるほどね、ムスメンスでも巻き戻すんだ。あーなるほどね。なるほど、とにかくどっちかを当てたいわけだね。ああそうですそうです。ボーナス取りつつムスメンスで上げつつ、ええ、いやだから、ま、娘ボボボボボボゲーナスが欲しいわけですよ。そうだね。一個か。光ってる光ってる。チャンス。これ止まってほしい。なんだよ、新たつ止まった気持ちいいやろな。あ。なんかいいか。よし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 、もう一個。まあ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 、どっちか当たんない。あったやった。よしよしよし、助かった。上げよう上に。まあまあこれで巻き戻しは確定だから。ああリプレイ、リプレイだったらこのチャンス目でいいのにな。このギリギリは何なんだよ。かわいい。まあ今ギリで引いたから頑張っとるってことですよ。そうだね。だからストックは1個あるから。ああなんか引いた。あ先バレだ。やれてる方なんじゃない。
ちょっとな、よいしょよいしょ、手張ってか、ボボボゲーナス、あーこいつか、さっき倒したかな、あーダメか、あー負けた、ダメなの先バレで、でもチャンスだからね、これちょっと弱い方の先バレになった、まあ、そうですか、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃうここで継続ジャッジバトルに入る、なるほど、フリーズ発生だって、ここブブブみたいなこと、うん、あもうブブブや、頼む、ああよかった、継続でした、この継続は激闘、あそう激闘が続くって話です、なるほど、頑張ってるよ、頑張っとる、頑張ってるんですよ、まあ、なんと500枚ぐらいは出る感じになってます、そうだ1万円分かれてる、あ来ましたルーレット、頼むぞ、ズレはやめてよ、確定来い、確定、にゃん中断、にゃん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 、もう1個、これだけか、ついた、これがあるとチャンスになる、カットイン、止まってくれれば、ちょ止まらん、あれがたまらしい、もう一丁だ、鬼太郎だ今度だよ、分かったぞ、このカットインだから猫娘の時揃えば猫娘がチャンスが出てきて、鬼太郎のカットインの時はボーナスなんじゃない、ああそういうことか、ああもうやだ、リプレイ、ああ来た、お頼むよ、ああダメだった、ああもうダメや、止まっちゃった、高場ステージ落ちちゃった、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、やばい、 50%うわわ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 、止まっちゃった、終わっちゃった、なんかあるのかな、終了画面、はぁーボーナス終了画面、いぶき丸偶数せしさだ、鬼太郎といぶき丸、もうご飯でいいですか、そうだね行こうか、次当てるまでやるぞ、もう一回、参ったな、よし、台風一過の A 天気でございます、すごいよね、何あの雲、すごいです、さあ来ました、やってまいりました、久しぶりの銚子丸、混んでんのかな、俺この前来たんです、そうなの、不動の銚子丸がある、そうなの、あ、ちょうど置いてた、よかった来ました来ました、呼ばれましょう、はーい、ムジルも来たよ、アラジールだった、ありがとうございます、うまい、うまい、食べましょう、食べましょう、つまみ卵です、はい、どうぞ、ホタテです、あーホタテ、皆さん絶対ホタテ食う、うん絶対で、よくおかりきやが好きやから、そうだね、さあということで、はい、失意のまま銚子丸食べてきました、美味しかった、美味しかったです、美味しかった、持ち玉は約4万使って536枚、はいはい、ただ150ゲームまではそうだね、なんかチャンスゾーンに当たりやすい、チャンスゾーンに 66% で当たりやすいという、これですね、ここなんか押してみて、ボイスがあるかも、ボイスないで、にゃにゃにゃって言ってた、にゃ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 って言ってた、にゃにゃにゃです、うん、にゃにゃにゃ6ですか、にゃにゃ2じゃないですか、2だにゃだから、にゃにゃにゃはね、陽気ポイントの天井示唆弱です、陽気ポイントの天井は何なん、わからん書いてあるから、
この前兆ちょっとたるいね、さすがにね。まあ成功することが少ないから、うん、50から急に上がらなくなるから。そうなんだね。70いった。おお、初じゃないですか。チャンスチャンス。もう一個上がっちゃおうよ。ああ雷なったる。雷、これはリモコン桁じゃないですから多分。頼む、今にもリモコン桁出しそうな格好してる。でも勝って。うわ、おなんやねん、70関係あらへんや。おい関係ないっていうか、まあうん、気持ちよさそう。気持ちよさそうって言うでしょ。多分気持ちいいと思います。気持ちいい。あーよかった。予想通りなんだね。良さそうだったもんね。そうそうそう、よくてよかった、うん、あ13枚関係ない。関係ないね。あリモコンゲタ来い。よし来たぜ。よし見てろーらー、リモコンゲタだなーらー、シャキドバブーン。お10回失敗したら行くとかないの。10回ぐらい行ってないですか。もうリモコンゲタダイジェストが流れてんだろうな。ああお金下ろしに行ってきます。お金下ろす。300でしょ、あと3万だね。最悪ね、最悪ね、最悪。7万円。さあ、だいたい3万9000かな今な。4万、だいたい5万円目だ。はい、うん、知らんけど。リモコンゲタだこの野郎。なんなんこれ、もうな、もうちょいバリエーションとかないのかな。この1枚何にも起きんだ。いやてかだってこの400ゲームでチャンスもいってないもんね。うん、そうなんです。ただもうポイントがあるんだったらもうやめられんぞっていう、うん、なんというか。ちょ、うんこしてこよう。え、うんこしてきます。ああ一岡が、一岡がうんこに行きました。これすなチャンスなんですよ。なんて言ってるんだ。2個取りました。ああなんだ急に星4個来ました。100機もなく4個の敵来ました。これリモコン桁じゃないはずです。リモコン桁なんかい。おいあ、いいパターンってことですかね。まだ10、すごい。これはいいよ、10だもん。まだ一つも上がってない。もう来ていいよ。あほら上がってない。当たりました。チャンスゾーンは明らかに様子が違う。あ10でやっぱ一応がコンと当たるな。土産入道3個です。これリモコン桁じゃないんじゃない。指鉄砲強い武器です。おい、あこれ逆転やろ。なあいい加減しろよ。おいチャンスの当たりました。本日3回目でございます。一岡さんがいない間に当てたいと思います。子役を引けばいいんです。リプレイ、ダメか。2個、2個、2個。
これリプレイじゃない？違った。チャンス目。ダメじゃん。ダメだ、3までしか上がらなかった。これリプレイじゃない、レイヤー役じゃない、や子役引けば当たります。リモコンゲタでした。あ、リプレイだ、よかった、当たりました。あの一岡さんがいないと当たるみたいです。よかったです。総投資が44,000円。風吹いた。どうせね一番低い墓場だと思いますけど、 AT レベルはこれ上げていきたい。ゲゲゲロック来ました。やっぱ墓場でしたね。あ、ゲゲゲロックに今なってんだね。なんかええやつなんやな。終わった。なんだよ、終わる。終わった。頑張ります。ああ、ラストに、あれどうしたこれ、継続ジャッジ中だよ。あと、よかった、止まらんかったけどよかった。フリーズです。継続ダウンやろう。当たってるのかな、当たってるのか、当たってるじゃない、当たってんの。お前おらんと調子ええな、やっぱな、これから岡森さんとやっていくじゃん。いやいや、やらないです。いや、そういうんじゃないです。やっていく？そういうんじゃないです。あ、いいよ、別に。そういう脅しのかけ方はやめろよな。スマートロックオンのポロシャツ着たらいいじゃないですか。嫌です。ちゃんとなんか2個のチャンス目引いて、チャンス目引いたの？即バトル行ったの。で、星4個の相手だったの。で、指鉄砲を出して外れて、そっから、動画見てる人は知ってるから、ゾーン、お前に教えとんのやな。なあ、お前がうんこしとって何も知らんからと思って、うん、続けてください。で、一番下の墓場で今2セット目。なるほど、ちょっと上げたいよね、1個、ええ、あと6ゲーム引いたぞ。よし、後期2回、後期3回発展はするよね、さすがにね。猫娘チャンス、もう倒しちゃえばいいんだよ。あ、じゃあ、おらおらおら、あ、ちゃうわ、これが外れ。あ、そうか、うわー、ちゃよ、また引いた。よし、あー、色が違う、強い、鳥居が出ました。あー、ありがとう、また引いた、また引いた。初めてボタン出ました。火の玉が1個出てます。よし、とりあえず巻き戻しは確定ね。ネコムスンス取りました。取れば、あ、そう、巻き戻しは確定。頑張っとるよ。あげようよ。あ、この目見てください。いつもと全然違う目です。本当？ほら、本当？上でした。なんだよ。あー、これこれこれ。わあ。一回もまだ揃ってないよ。一応 40% ぐらいあるみたいな。全然気持ちよくないよ。そろそろ。
か。やれんの。でもまた500枚ぐらい出てんすよ。そうだね、実は。頑張れヤングさん。うわー、さっきと全く同じやね。継続継続。 50% でしょ。止まらない。止まった、止まった、止まった、全部止まった。あ、単独です。単独は奇数だったかな。なるほど、奇数です。鬼太郎にもらった命、鬼太郎のために使えるなら本望よ。来ました。あ、陽気ポイント天井下今日です。来てるんやな。うん、陽気ポイントが天井になるとどうなるんでしょう。わかんないです。それがそこですよね。はい、キャキヤコゾーンがある、分かっとった。上がってるよ。 70? もう一個だよ。あ、チャンスなんだ。ここで来い、いった、入った、80いった。これは熱いよ。満タンになりましたかね。さあ誰だお前、うん、来ない。 お、お前か。大丈夫か。これ下駄じゃないんじゃねえか。どうでしょう、下駄だと外れると思う。いや下駄で勝つんじゃないですか。下駄で勝つ、違いました、勝つやつでした。よかった、やっぱこうなるみたいです。逆転します。よし、逆転多すぎやねんこれ。ドキドキさっきもそうやったもん。あ、そう、127いきました。さっきも最終ゲームリプレイで当たりましたから。あ、いいじゃん、なっちゃえよ。あ、あ、強い方だ。来ました、カミーラ先生来ました。3からだもん。これは熱い。2回役引ければいい。鬼太郎だ。よし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 。だいや、ここはちょっと頼むよ。いかんいかん。あ、猫娘いいんじゃない。どうなの、リプレイだ。よし、あーよかった。あれ上がったよね。上がったでしょ。上がってない。リプレイじゃ上がらないの。上がったり上がらんかったりするの。よし、上がったろ。これはやっと1個上がった。3ゲーム、ちょっと頼むよ。ダメ、頼む。当たった。当たんない。上がんないや。いや大丈夫だろこれは。これは頼むって。絶対当たって。あ、大丈夫だ。赤持ちじゃなかった。あ、よかった、揃った。全部揃った。よしよしよし。あぶねー、風出た、風出た。よし、持ち玉で当たったぞ。頑張るぞ。ゲゲゲロックが来た。そう、さっきはね、じゃあ15ゲームあったのよ。すご、今15ゲーム足されてんだけど何もできんかった。さっきはゲゲロックフェスティバル、うん、今年も行く、ゲゲロックって言って。終わっちゃった、ゲゲゲロック。終わっちゃうよ。終わっちゃう。おや？マジ？やったるぞ、おら。
押せた押せちゃダメなのよ、うん、押せた。押そうと思ったらドゥーン、いいですね、風吹いた。あ、引いてたこれを。あ、そういうことか。うまいね、ありがとうございます。いいとこで引いた。墓場です。600枚、今日一番出とるぞ、うん、外れろ。ああ、行っちゃった。お願いします。あ、風吹いてなかった。いや、これ定設定。あ、まだや、まただ、まだ使ってないってことか。ああ、もう一回は点といけんな。じゃあ、ゲ、あ、お願いします。即バトルのやつです。これ負けて特訓みたいなこと。そう、これで100機だと思うんだけど勝った。おお、いや、大チャンス。カミーラ来い、カミーラ。ああ、普通のやつや。ああ、どっちや。いぶきまさん、いぶきまるさん、うん、嘘でしょ。いいね、いい音したもん。あ、リプレイで上がったり上がらんかったりするみたい。鬼太郎だったら上がったよ。ええ、落とした。よし、あー、上がんないんだ。しんどいな。あー、ここで逆転。これは上がる。3か。よし、あー、上がんない。上がんないのかよ。かなり引いてるけどね、今回。化け猫。いや、立ってよ、あんだけ引いて。このリプレイ先に、後に欲しかったよね。おー、うまい、うまっ。内部的に上がってたんかな。ちょろいぜ。素晴らしい。みんなありがとう。皆さん、ここ伸ばそう。時間的にも4万でしょ、使い4万5千、4号か。はい、おい、おい、全部フルで一周させてます。初回は全部ゲゲゲロックがつくのかな。あ、いや、知らん。まあ、だから初回が40ゲームっていうことですよ。赤い、赤い、赤バレ強いよこれ多分。ボタン来たよ、うん、何だった今、ボタン何だった。2つだろ。2個か。1個な、あ、激アツ。
ありがとうございます。ボーナスか、ボーナスじゃないですか。よいしょ、嘘だよ嘘だよ嘘、え、激アツはダメで、猫、まあ当たってた、うん、猫ムスンスが来ました。いやあげよう1個は、隣で今イメージ取りしてますからね。そう、行きますよ、うん、猫娘チャンス、ほいほら、なんで俺のは止まらん、なんで俺のは止まらん、人のは止まんのにな、よいしょ、気持ちいい、やっと気持ちいい、気持ちいいな、昇格確定、よし1個あげた、ここだ、まだしかもロック残ってたでしょ、うん、ナイス、頑張っちゃおう、この13ゲームで、頼んます、普通に継続させよう、そうだね、ここは 60%、 せっかくあげたんやから、止まんのんかい、押せなくなれ、押せんのんかい、うわ、押せた、下がっちゃった、あんなに頑張ってあげたのに、50%、ああなんだよ、うわあ、これなんや、こんなにゃにゃにゃ来ました、高設定資産中やぞ、ほんとだ、うさん、そんなものは俺は信じないぞ、ほぼ同じ、戻りました、また600枚、さあということでまあなんかまだ打ってもいいんですけど、まあ今頃合いっちゃ頃合いでもあり、まあ、ヤングさんはね、明日も戦が控えておりまして、はいはいはい、今日はちょっと移動もあるということで、はいはい、今日はな、まあ、あのなんつうんですか、このボロ負けでもなく、まあそうね、うん、だからしょうがないよ、あのかといって、うん、あのなんつうんですか、軽い負けでもなく、うんうんうん、なんつうんですか、消化試合、消化絶妙にえぐられた感じで今日は終わりたいと思います、そうね、はい、お疲れ、お疲れ、終わり終わり、うん、ねということで、うん、今日はやっぱ鳥取県出身として、はい、水木先生を慕う者として、はいはいはい、そうだね、ゲゲゲの鬼太郎、うん、ね打ってました、ただあの、うん、負けたんすよ、うん、負けたんすけど、うん、でエンディングも、うん、久しぶりですよ、通称城本クリニック広場にて、すごい芝が綺麗になってますけど、はいはい、やっぱ寝転がるほどではないんですよ、そう、ね、これが今日の負けは残念ながら、ね、8万負けたわけでもないんで ね、 そうね、ただね、3万ちょい、3万ね7千円ぐらいです、あ4万弱か、うん、4万弱です、はいはい、半分弱みたいに言いましたけど、いや分かんないですけど、軽運すくみたいに言いましたけど、あ帰ろうぜ、なんかもやっとするな、あの台な、
多分ですけど、あ、まあ、一番上まで行って 80% 継続をそこそこやりながら、まあ、10連ぐらいしてね、1000枚出るわけでしょ。とか あそこまで行ったら2個はストックと同じじゃない、ね、2個下がるのに、 その間にまたいろいろやってみたいなことしたら出るのかもしれないですけど、僕には無理でした。そうだね、うん、明日岸本さんですから仲良くやってくださいよ。ちょっと岸本さんの時は、うん、あのだからやれてんすよ。そう、貞子でやれてるでしょ。そうか、岸本さんとその辛い一日ってあんまないじゃない。まだない、全く出なかった。あ、ないないない、そういうのちょっと見てみたいよね。岸本さんと岸本とヤングの何にもない取れ高のない一日をどうなるのか。岸本さん、あの出したら出したですぐ自分の手柄だみたいな感じのことをねすぐ言う。あいつそういうとこあかんな。明日は嫁と来るって言ってました。なるほど、なるほど。仲良きことはいいことですね。はい、ということで参りましょう。今回はこの辺でお別れでございます。はい、なんていうんですか、中途半端な実践、はい、最後まで見ていただいて、はい、本当にありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。